超三大ブルッドストイックプレイヤーを発表。こちらの方です、中田秀俊さん。ね、秀さんって最初から全部できたみたいな雰囲気出してるんですけど、陰で秀さんは筋トレだったりとか、今でこそ流行ってもう当たり前になるようになった体幹トレーニングとか、そういうの体のケアなんかも含めて人前ではやらないでしょ。だから努力してる姿を一切見せない。あと練習なんかでも基本的に公開練習、お客さんがいる時、サポーターがいる時は秀さんすぐ上がっちゃうんですよ。なんですよ、非公開になった時はもうめちゃめちゃシュート練習したりとか。結構お話とかした時はどんなことを言ってくるんですか。僕はすごく強豪国と戦って引き分けて、でこう無失点で抑えることができてちょっと満足してる自分がいたんですけど、ユージ、お前ね、このレベルだったら世界じゃ勝てないから満足するなって、まだまだできるから、もっと上を目指せみたいな、常に上を見ろと、日本ではダメだと、世界を見ろっていうのを言ってました。続いてはこちらの方です。中村俊輔選手。ずっとこうあの合宿先のホテルがずっと一緒で、部屋も同部屋が多かったんですけども、ずっと本当にグラウンドでサッカー一生懸命頑張ります。普通の人ですとグラウンド外はリラックスします、なんですけど俊輔選手の場合はずっとサッカーのことを考えてるんですよ。グラウンド離れます、僕はじゃあちょっと DVD 見て映画見てます。なんで俊輔選手はすごい選手たちのプレー動画をずっと見てるんですよ。24時間ずっとサッカーのことを考えて、そうな、髪の毛な、前髪ここまであってさ、そうですね、それは一つ聞いたことあるんですよ、前見えないでしょって言ったんですけど、見えるらしいんですよ、ここまで髪の毛があっても。でなぜかっていうと、視線を悟られないためって言ってましたよ。だからほー、そうなんや。いいディフェンダーって相手の目を見るんです。僕も結構目を見るタイプだったんで、目を見てそいつがどこ見てるのかなっていうところでパスコース読んだりとか、ポジショニング変えたりしてたんで、だ俊輔選手からボール取れないのはそこなんって思いましたよね。へ、目線が全く合わないんで、あっちへパス出すぞって、はい、思われたら嫌ってことですもんね。さあ続きまして3位、はい、こちらです、本田圭佑選手。本田選手はもう多分皆さんご存知だと思うんですけど、自分で有言実行、言葉を出して、それでしっかりといろんなプレッシャーをかけて前に進んでいくっていう、このやり方っていうのは僕は絶対にできないやり方で、こうワールドカップの時、南アフリカの時にカメルーン戦だったかな、初戦の、その時に日本が 1-0 で勝ってて、で結構カメルーンに押し込まれてた時間帯があったんで、このまま守ってたらダメだよなって僕も思ったんですけど、こうケイスケに、ケイスケ攻めてもいいよと、行きたかったら攻めてもいいよ、守ってばっかり言うと負けちゃうからって言ったら、ケイスケは普通の選手ですと、まあでも守りますよ僕は、日本のために守りますよって言うんですけど、ケイスケは攻めますみたいな、分かってますみたいな、僕一人行けますんでみたいな、そのなんかメンタルの強さというか、その攻める姿勢を一人でも持って、で実際の試合っていうのは本田選手のおかげで勝ってるもんなんでね。純一さんは本田圭佑選手の言葉で印象に残っているものとかありますか。まあ、シンジやユートものように、あの本当のビッグクラブでプレーしてる選手もいる中で、ただそうじゃないチームやリーグにいる選手にもやれることってあると思うんですよ。それをさっきの今野選手のように憧れみたいに言われても困るんですよ。これですね。これメンタル強いのが2個あって、まず公的な場所で先輩をめっちゃ怒ってるんですよね。でもう1個、実はこのインタビューの冒頭にあまり喋りたくないんですけどって言ってだいぶ長く喋ったんですよ。この2個のメンタルの強さが持ってるんですよ。伸びしろですね。